今日はピック弾きについてです。ピック弾きは視点を持つことが大事。例えば、ここのボディに視点を持ってこうやって打つ。で、これ結構あるのが、こうやってね、視点がないままこうやって打つ。こうするとね、やっぱね、サウンドピッキングが乱れちゃうので、視点を持ったままこうやってやる。例えば、で、やってほしいのはドレミファソラシド。ドレミファソラシド。これに関して言っても、同じ視点のままこうやってやっていくと、手がこうやって開いていくんですよ。で、一弦だけやたらこう、細い音になっちゃうんですよね。で、これはあんま良くないので、縦にこうずれていくようなイメージ。こうすると各弦の質感が変わらずピッキングができるって感じ。で、もう一個のパターンっていうのは、こっちに視点を持つパターン。こことここで支えるパターン。僕的にはこっちの方がおすすめ。サウンドも、ちょっと安定しやすくて、速いパッセージもいける。なので、ここに対して、ドレミファソラシドドシラソ。これで5とずらすってイメージを持ちながらやってみてください。頑張って。